もういい。ダメです、ダメです。ちょっと待って。泣くな。はい、お疲れ様です。今日はちょっとシールの動画がちょっと少ないんで、ちょっとシールの動画撮りたいなーって思ってて、珍獣の山口さん。ちょっと前も出たと思うんですけど、結構面白い人で。で、あの人めちゃくちゃ仕事綺麗なんですよ。もう仕事も早くってすぐやってくれたりとか、現場が綺麗とかなんかそういう風に言われている反面、ちょっと怖いんですよ。カメラなんて持ってて大丈夫かなと思って。ちょっとこれボツになっちゃうかもわからんすけど、お前何カメラ持ってきとんだ、多分追い返される可能性もあるんで、まあ、ちょっと先に言ってきます。ちょっともしかしたらボツになっちゃうかもしれないですけど、じゃあちょっと突撃したいと思います。 GO! これ色濃いれたやつですね。量はいいぐらいですか？いいぐらいですね。技を見せてください。じゃ無理だって、俺の試合が独自だよ、分からんもん。あ、違うんですか、どうぞ。うん。もう終わりっす。もういい。いや、ほらダメだ。もう全然わかんないです。大丈夫です、大丈夫です。マルマルさんもごめんな。全然余裕っす。簡単っすか？簡単です。1個2分ぐらいっすよ。1分かかってないぐらいっすよ。なんかコツあるんですか？本当に抑える、抑えるコツない。そんなんで仕上げれたらみんな仕上げれるっすよ。その気をつけてるところとかあるんですか？ないっす。雰囲気っす。雰囲気。いや、先輩に、はい、仕事は雰囲気やって教えられたもんね。雰囲気っす。これもまだ綺麗な方だと思うんですけどね。でも下手な人だとボコボコになっとったり。あ、打つのがっすか？うん。この玉がいっぱいある感じっすか？下手な人だともっとボコボコしてるっすとか、全然中に入ってなかったりとか、はい、空気が入っちゃったりします。そうそう、エア噛んじゃって、はい、中まで膨れ上がって、はい、ひどいとそれが次の日になったら爆発しちゃうときもあります。それがクレームになるんですね。そうです。そのスーって、そんな誰の道具なんだろう。やっぱ道具も人によって違うんですよね。違うですね。加工してるんですか、自分で？これ自分で全部作ってますね。切ってサンダーとかですか？もともとはい、こういう普通の四角のこれのちっちゃいような感じの。あ、そうなんですか。形は違うけど、これの、はい、こんな形してるやつを、はい、自分で削って、はい、作っていってる。じゃあ他人の道具だとやっぱいい仕事できるんですよね。やっぱ使い慣れてないと、はい、なんか感覚が違うですね。仕上げれんことはないけど、はい、その自分の角度とかスピードとかもあるんですね。そうです。めっちゃ綺麗ですね。シールって試験とかあるんですか？1級とか2級とか。1級ありますよ。難しいですか？結構むずいですね。むずいし、はい、ドラ見られる。あ、試験管ですか？実技って図面とか作って、はい、板作ってやるんですか？そういう台はあるんですけども、はい、どこのあの目地に、はい、何ミリのバックアップ座を想定するとか、はい、
図面見ながらやらなかったんですけど、はい、それが難しいというか、はい、めんどくさい。めんどくさい。そうなんですか。そんな難しいですか。緊張するっすね。ずっと試験官いて。ガラスなんですよ。はい。え？ガラス越し？ガラス越し。はい。で泥見てくるんですよ。はい。ジロジロ。真剣にやっとんの。ドラ緊張するじゃないですか。殴ってはないですよね。殴りたかったっすね。塗装の試験だともうろうろしとるだけだもんで。長いですか試験の時間。1日で終わります？1時間半。大手の物件とか入るとこであればそういうのいるんですか。いるっすね。シーリング級持っとるかその、はい、10年以上の実務経験があるか。これ半分しか売ってないですけど大丈夫なんですか。半分やっちゃって大丈夫です。つなぎの段とか消えるんですか。消えますね。それ見たいっすね。めちゃめちゃ足場が狭いです。めっちゃ狭いですね。シートが引っかかりそうですね。それやばいっすね。狭くても単価は一緒なんですもんね。変わらんっすね。狭いとかこんなんじゃ後から打ってもつなぎが消えると。消え方どうしよう。消え方で編集します。そんなアップはやめて。全然わかんないっす。穴ぼこもないですよね、ぼこっていう。そんな探さんといて。今何やったんですか。何もやってないです。いや材料足りんかったもんで、はい、つけて。あ、そうです。さっきベトナム人連れて、はい、ドラ入りの中華屋行ったら、はい、ドラ辛そうな、なんか、はい、春雨食ってました、あいつら。ヤオンさん、あの結構酔うと凶暴みたいなあるじゃないですか。いや、ないです。結構あるんですよ、実は。僕も最初ちょっと怖かったんですけど、でもベトナム人からの信頼とかもめっちゃ高いですよね。いろいろ本当ご飯とか連れてったりとかめっちゃしてるみたいで。何の紹介ですか、それ。こんな感じでーす。お疲れ様です。お疲れ様です。で、なんか今ちょっと見てたら面台だけはシールの材料が違うんですかね。そうですね。あのはい、塗装しない部分になってくるので化粧になるんで、はい、あの色濃い入れて、はい、色がついたシーリング材で施工します。こっちの売ってあるのが、はい、ウレタン材。これどう違うんですかね。まあ、餅とか、はい、ですかね。知るか。ウレタンはじゃあ変性シリコンよりは持たないんですか。あの変性シリコンはもうあの紫外線とか当たるとこでも全然いいんですけど、はい、ウレタンはもう紫外線とか当たるようなとこだとすぐ切れちゃうもんで、はい、まあ、大体使うのがその塗装をかぶせてくる場所とかで使う。そのプライマーってあるじゃないですか。分けてるんですか。分けないと。その材料に合ったプライマー使っていかないと、はい、接着、密着性が悪くなっちゃうんで、はい、分けてますね。山口さんでシール経験何年ぐらいなんですか。5年とかですかね。嘘ばっかじゃないですか。普通に嘘ついてくるじゃないですか。何年目ぐらいですか。10年ぐらいは。10年ぐらい一応やったつもりですけど。独立とか考えてないですか。全く考えてないですね。あ、やっぱ塗り替え道場のシールハンガー素晴らしいってことですよね。塗り替え道場が楽だから。いるだけ。どう楽なんですか。いや、もうなんかこんなことやっとっても、はい、給料出るからいいでしょ、はい、ああ、そういうこと。こんなことやっとっても YouTube 撮っててもってことでした。そうそういうことですね。もういい。ダメです。ちょっと待ってください。楽な。じゃあこんな現場は嫌だみたいなこと聞いていいですか。シールだったらあるんですか。なんかシールもやっぱクリアのとこ嫌ですね。ああ。汚したりとか、はい、ちょっとスタイリング汚しちゃったらそのまま残っちゃうじゃん。そうですね。最後まあ掃除結構あの綺麗にやってますけど、はい、あのちょっと材料ついちゃったらシンナーで拭き取ったりとか、はい、傷とか肩の傷とか入っちゃったらもう取り返しつかんすもんね。そうですね。あるんですか、やっぱクリアの現場でスタイリング切っちゃって。昔あったっすね、大クレームの。で、スタイリングの張り替えになるんですか。いや、もう謝って、はい、営業さんが謝って、はい、終わりました。ああ、そういうことですか。まあ、クリアの現場が嫌だ、あとなんかこういうのやりにくいとか、狭いとかもそうですよね。そうですね、まあ、基本塗り替え道場の仕事はやりたくないです。どうしてですか。めんどくさいです。何がめんどくさいですか。基本、いやいいや、やめとくわ。愚痴になってくれると思う。なんか、はい、最後言葉を待っとんねん。はい。なんとか引き出したいんですよね。でも全然なんか優しかったですね。全然凶暴じゃないです。めちゃくちゃ優しかったです。チャンネル登録といいですね。よろしくお願いします。お願いします。また見てねー。また見てねー。
Yeah.